本当ありがとうございます。テロップ書く。コメントが長すぎる。ちょっと待ってね。なんか全然反映されない。できた。OK。こんばんは、こんばんは。ねえ、さっきさブルーベリー食べてたからさ口が青い。なんか口青くない？許して。昨日ブルーベリー食べてた。そうなんです。明日はいよいよ有観客公演ということで、とても楽しみです。来る方お待ちしてます。ぜひサイリウム忘れずに。マサキっぽいでしょ、ちょっとね。気にしないで、あんま言うて気にしちゃう。あえてね、暗いリップ塗ったんですけど。大丈夫かな。あの電池大丈夫？電池交換しておいてくださいね。ありがとうございます。私の携帯の充電、ちょっと待ってください。ちょっと待ってね。大丈夫でした。大丈夫。40何パーありました。みきちゃんルームか。みきちゃんさっき言ってたの。今日みきちゃん2分間だったよね。公演外れちゃった方はDMM でご覧ください。あ、全然持つ。天才だからこの携帯。もちろん明日は皆さんの水立て黄色持ってる方の顔もまでも覚えようと必死です。あ、今も配信してるの。怖い、見に来てほしい。本当にすごいね。楽しみです。どんな感じか。緊張もするけど、もちろん。みきちゃん紫振ってた。じゃあ私は水色と黄色振ってください。日本名札ね。確かに名札あったら分かりやすいかも。いいかも。じゃあ私はね、まあどっちでもいいです。左で右どっち持ってもいいです。
ハートありがとうございます。札の方が分かりやすいかもしんない。確かに言えないから、口に確かにね出せないから。ルームフォローします、ありがとうございます。あー、ドキドキする。本当にドキドキする。うちはオッケー？うちはってわけなのかな、どうなんだろう、どうだったっけ。あ、全然よ。なんかガムテープでこうやってピッてやって貼るでもいいです。髪の毛を水で綺麗に染める。こっからこうやって分けてください。こっち水色、こっち黄色。どのぐらいの方が来てくれるのか、本当に本当に本当に、あのどれぐらい、あ、自分のファイルリーム持ってくれてる方どれぐらいいるのかなってのはね、本当に緊張しますね。こんばんは。持ってなかったら色変えされるのがむずくない？いや、本当に緊張する。それだけの方見に来てくれるのか。あ、公園に当たったら10期生のマフラータオル持ってくる。あ、ぜひぜひマフラータオル持ってる方首から下げちゃってください。汗はかかないかもしれないけど、ちょっと季節感はねないかもしれないんだけど、嬉しいかも。見る側も確かに緊張しそう、多分。私たちもみんな緊張すると思う。こんばんは。5人くらいいたっけ、そんなにいたっけ。10ヶ月ぶりか。待って、10ヶ月ぶり？本当か、そうか。ハートありがとうございます。5人もいたっけ。
当選したって言ってた？言ってました？あれ？言ってなかったよね。あれ？知らないよね。言ってたら申し訳ない。うん。本当ですか？あ、じゃあ5人くらいいらっしゃるのかな。あー、なるほど。いけそうですかね。いける確定かな。どうしよう、これでさ3個しくらいしかなかった。どうしよう、2つとか1個とか、みんな色変えちゃった。ダメだね、そんな悪い考えしちゃダメ。悪い考えはしない。5人もいるのかな。怖い。怖い。とりあえず来る方は本当に気をつけて来てください。増えてたら嬉しいけどね。まだ内緒にしてる方、これ見ながら内緒にしてる方いるかもしれないからね。いや、もちろんペンライトの色が素振りじゃないです。でもいたら嬉しいなって。初めてだからさ、そのエコパはね、ちょっとね、広かったし、先輩方のファンの方のもうたくさんいらっしゃって、私のサイリウム売ってた方もね、もちろんいてくださってたんですけど、なかなか気づけなくて、40人だとサイリウムが入れなくて分かっちゃうかもしんない。私12周年でも、あ、12周年の方があれ少ないのかな。12周年でも分かったから、ぜひ。どうなんだろうね、その私17歳は今月のあれで終わりなのかな。どうなんだろう。あ、223日ありがとうございます。拍手ありがとうございます。ありがとうございます。ハート、丸見えだよね本当に。どうしよう。
顔ありがとうございます。ハートもありがとうございます。電池切れ気をつけてください。電池切れ気をつけて。なぜかこっちも緊張するんだよね。そうだよね。なにいい石の日なの今日。初めて知った。塩石、石に縁があるかな。いい石の日。いや、めっちゃ緊張しますよ私ほんとに。緊張してきた。なんか今緊張してきた。ダメダメダメ、早い。なんか詰まった。手に人でしょ？肉なの？手に人でしょ？明日の朝さつまいもはないか。緊張して寝れなそう。いや眠いっちゃ眠い。あのわざと今日はね、あの早起きっていうか、いつもお休みなんだろう、朝は朝早くない時はだいたい何目覚ましかけずに寝るんですけど、今日はちゃんと目覚ましかけて起きて、あの夜寝れるようにしました。なんか目覚ましかけないと本当昼まで寝ちゃうから、それはやめようと思って。私はね、過度の緊張がない方が成功するタイプなので、あのなんとか落ち着かせて緊張を少しにしていきたいなと思います。いや睡眠大事、本当に大事。本当にね、初日全然睡眠とってなかったから本当にやばかったです。ちゃんと睡眠とります。あ、お水、そうだ、お水持ってるんだよね、 SKE のお水。ぜひ皆さん当たるかな。当たった方って聞いたことないんですけど、多分確かに自分の裁量もいっぱいあったら安心して、確かに落ち着くかもしれない。あ、そっか。あ、公演のメンバーってこと？外れはないと思いますよ。当たりだけ。明日初めて。ぜひ皆さん記念にね。
ってみてはいかがでしょうか。肉もありがとうございます。明日はそうですね、朝配信ですね。そんな早朝じゃないけど、ランダムですか。ランダム、全メンバーランダムかな。来月の青森、あ、それ予定です。予定、来月も何もね、知らせないけどね。あ、僕も当たる予定。みんな当たる予定ですね。あ、そうです、早朝じゃない朝日、さすが分かってらっしゃる。緊張しますね。声はそうですね、出せないので拍手とかになりますね。皆さんね、ちょっとね、ちょっとずつなんか増えてきてるので、あの感染対策はしっかりよろしくお願いします。気をつけてください。うん、今日豆腐ハンバーグ食べました。すごい、今日ハンバーグでしたか。豆腐ハンバーグを食べました。あ、もう座席わかりますか。あ、そうなんだ。私まあ把握できてないんだよね、全然。いつもの部屋着着てるのよ。
なんか皆さんの音楽詳しいですね。私全然わかんない。全然把握できてない。火曜日の体力心配。それは私もそうです。本当に、なんだろう、この何近い日にちでやったことないので。でも本当は普通に2回公演とかあるし、ね、体力頑張って持たせないといけないなと思うんですけど、もう私本当に体力なくて自分でも全然行っちゃうんですけど、本当に体力ないんですよ。なんせ今まで文化部でしたので、文化部だしチアもそんな体力使うほどのあれでもなかったかな。本当にね、怖いですねでも確かに12周年で会いたかった公演って次の日青春ガールズだったから、どうだろう、確かにそれでちょっと自信はつきました。だいぶ12周年やって、あ、自分できる自分に何だろうな、できることもちょっと増えたのかなって思います。アイスありがとうございます。本当に体力ないんですよね。全然体力つかない全然つかないだいぶレッスン期間、最初の入りたてのレッスン期間でもすごい体力めっちゃつく感じの体幹トレーニングとかいっぱいやってたんですけど、なかなか体力ってつかないです。ついてんのかな、いや、なかなかつかないですね。ちょっと書き入れてくる私も今日書き換えました。もう家のなくなっちゃったので。本当にね、体力ある子はめっちゃあるから羨ましいなって思います。私本当に体力ないんですよね。バキバキになる、バキバキになるかな。どのくらい歩いてる、歩かない時期全然歩かないはい、ありがとうございます。あくびしちゃった。本当ありがとうございます。そう、夏季シーズン終わりですか。もうじゃあもうめっちゃ買わなきゃ。筋割りたいけど、私はそんなにあの筋トレ続かないので無理かな。筋トレ苦手なんですよね。肉まんありがとうございます。パッションフォーユーです、アプリです。足の筋トレだけはよくしてるんですけど、お腹はちょっと苦手。芋食べて、今日はね、干し芋食べました。ピザマンありがとうございます。ポッキー私も食べました。昨日っていうね、ポッキーの日は食べてないんだけど、お姉ちゃんがもらってたポッキーを食べちゃいました。でも今日ちゃんと買ってきたので返しました。
通に食べてた。ポッキー久しぶりに食べたらめっちゃ美味しくて普通に食べちゃった。ちょっとだけ食べるつもりだったんですけど全然普通に食べてました。ポッキーね、私極細の方が好きですね。でも食べたやつは普通のやつといちごのやつもあった。私の声楽しんでね、ありがとうございます。クリスマスツリーの写真ふざけました。あれはトッポも美味しいよね。トッポも大好き私。一箱食べてないよ。お母さんとわけ、あもう一箱食べちゃったかも。あれ？お母さんとわけ食べてたからね。わかんない。ごめん前夜だけ余裕あるね。余裕ないよ。余裕ないよ。本当に余裕ない。ちょっと1時間は今日配信はね、ちょっとあーできないんですけど。30分だけやろうかなって思ってた。普段ね美味しいよね。でも高いからあまり買わないけど美味しいよね。境がキラキラになってました。青くキラキラしてました。ハートありがとうございます。今何分ですか？あ、ちょうど30分ぐらい経ちましたね。キラーン。そう、いちごのポッキーめっちゃ美味しかった。よし、ちょっともう明日ちょっとやらなきゃいけないことあるからそろそろ終わろうかな。ようこそようこそ。ちょっとまだやらなきゃいけないことあるので明日のこと確認したりとか。ファイトありがとうございます。で皆さん明日の公演来る方お待ちしてます。来れない方、当たらなかったよって方は明日は DMM で5時からご覧ください。明日は朝配信予定です。緊張しますね本当に。なんかファンの方同士とか交流するのかな、わかんないけどなんかそういうの見るとなんかいいですね。ほっこりします。じゃあランキング目録して終わりたいと思います。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。
ありがとうございました。では皆さん、あ、まだ朝配信もあるかなとりあえず明日の朝配信でお会いしましょう。で今日も皆さんポチポチありがとうございました。この後もよろしくお願いします。ファイトありがとうございます。じゃあおやすみなさい。また明日。今日は短くてごめんなさい。また明日の時間は後でお知らせします。じゃあね、バイバーイ。おやすみなさーい。5時じゃないよ5時ではないです。バイバーイ。